こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりましたみさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、お仕事中や、ランチ時にぴったりな、ハーフアップアレンジをやっていきたいと思います。神社やね。はい。はい。ランチ時とか、お仕事中、結構こう下を向く作業、日常生活で多いと思うんですけど、はいはい、そういう時にこう、邪魔じゃないですか。うんうんうん、渡辺さんはまあない。いや、僕も邪魔ですね。一応こう、かけたもしないから。はい、ですけど、まあ、この邪魔になったこの最後の紙を、このクリップ1個持ち歩いてるだけで、パパッとできちゃうアレンジになってますので、ぜひ参考にしてみてください。楽しみです。はい。はい、それでは動画スタート。よろしくお願いします。まずお出かけ前にちょっと毛先を巻いていきたいと思います。巻き方は皆さんのお好みでいいので、お好きなように毛先をワンカールでも少しウェーブっぽく巻いても大丈夫です。私は外羽が好きなので基本的には外羽が多いです。小分けにして毛先を巻いていきます。反対側も同じように巻いていきます。なるべく温度は低くして毛先のダメージを減らしながら巻いていきます。オイルも少しつけておきます。毛先から顔周りの産毛までしっかりつけていきます。余ったら表面にもつけます。オイルとかはこの時期少し持ち歩いておくととても便利ですよ。サイドを耳後ろで両方分け取ります。分けた髪の毛を後ろに持ってきて左側を上から交差させていきます。そのまま2回転ねじります。一つにまとめて下の髪の毛とねじった髪の毛をクリップで留めていきます。この時に少し斜めになるとおしゃれ度が上がります。クリップを押さえながらトップの部分に少しボリュームを引き出します。そしてサイドの部分と少し斜めの部分を引き出します。ここの部分も少し引き出してあげると形が綺麗に見えてくれます。頭を軽く振ってみてクリップが固定されていれば完成です。はい。こんな感じで出来上がりました。はい、なんで生えただけされたかわかりません。はい、はい、今日は、めちゃくちゃ早くパッとできちゃいました、はい、例えば、まあ、ランチに行きます、注文して、料理が出てくるまでに、もうパパッとできますし、仕事シチュエーションね、シチュエーションの話、はい、はい、仕事前にでも、仕事始まる、開始前ね、の本当に数分でできちゃうアレンジでもありますので、どのシチュエーションでも一瞬でできるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひやってみてください。
はい、ありがとうございました。はい、それではまた来週もご期待ください。